ラジオカタルシスをカタルシス公開録音。ありがとうございます。はいはい、私まずですね、カリキュラで、こちらは、四季島立役をやらせていただいております、声優沢城千春と申します。どうぞよろしくお願いします。千春千春はい、どうぞ。はい、佐竹翔平の竹内俊介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、この番組はですね、東京 MX 他にて放送中のテレビアニメカリキュラの情報や裏話をお届けしつつ、日頃から辛い現実に耐えている皆さんたちの気持ちを浄化し、カタルシスを感じていただこうという、カタルシス系エフェクトじゃなくてカタルシス系ラジオです。大丈夫ですか、皆さんの元気に飲まれてませんか。飲まれてます。そんなに元気いいと思わなかったわね。皆さん元気ですか。すごいですね。嬉しいですね。もう本当に嬉しいです。こんな出していただいてありがとうございます。はいはい、まあ、こうやって我々2人でね、今ラジオやらせていただいてるんですけれども、はい、初めての公開録音ということで、どうですか、緊張はしてませんかね。してないですね、多分ね、たけしくんね。あ、そうですか。僕のコメントはいらないんですね。僕の、あ、そうか。僕のコメントは、こちらの最初の中で今終わったですね。じゃあ、終わったら終わったら終わったら。行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。そう言われた後に言えるわけないじゃん。皆さんでもあのカリキュラの方ですね、はい、第6話まで放送されたんですけれども、アニメ、最新話まで見れてないけれども、はい、持ってるよっていう方は本日のプレゼントをありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、見てくださってる方にも、はいはい、そしてこれからカリキュラを知っていただく方にもですね、本日のイベントをぜひぜひ楽しんでいただくために我々頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はいはいはい、それではですね、我々2人で話してるのは何ですから、はい、まあ、早速ですね、今日のゲストさんをお呼びしたいと思います。はい、皆さんね、入ってきたら盛大な拍手でお迎えしてください。はい、僕たち以上の拍手でお願いします。そうでございますよ。それでは今日のゲストさん、小沢愛さん、下田あさみさんでーす。おー、すごい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 。はい、お二人どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやいや、お二人でね、こうやってるわけでございますけれども、まあ、女の方のゲストが来ていただくということで、はい、まあ、ワクワクしておりましたよ、本当に。はい、初めてでございますよ。そうでございます。そうだそうだ、あ、そんなことないじゃないですか。上田さんいらっしゃって。あ、そう、上田さん、ミヤが一回いらっしゃってる、上田玲奈さんがいらっしゃってますよ。今イベント初めてだってことね。イベント初めてだってことね。こうやって言い訳しないな。まあまあ、じゃあ自己紹介から参りましょうかね。はい、改めてでは、じゃあよろしくお願いいたします。はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。すごい、ありがとうございます。森田鳴子役の小沢わりです。よろしくお願いします。女性ゲストというお話がありましたけど、もともとこのカリキュラのラジオはですね、はいはい、文化放送さんの方で小沢さんとあと沢慎さんが僕らがねやってましたけど、ね、でもどうですか、相方やってみて。え、ちょっと、ね、ちょっと聞いてみたかったんですよ。ね、どんな気分が悪口大会になるのか。竹内くん、どう。正直なところですね。ああ、まあでも、あれですよね、こういい、まあ10個離れてるけど、はい、友達として友達として先輩としてもいいとこありますけどもね。年上としての敬意はなし。いやいや、あるよ。竹内君は恥ずかしがり屋さん。そうそう、我々ね、あのラジオでは沢ギュラと竹ギュラって呼び合ってるんですけど、竹ギュラ、竹ギュラ、呼びづらいな、めっちゃ呼びづらいんだけど、沢ギュラ。じゃあ今日も2人はなんて呼ぼうかなって感じなんですけれども、その流れで言うと思うと、もうちょっと答えが出てきた。なんですかね、じゃあ、おざギュラ、おざギュラ、アリギュラ、アリギュラでもいいんじゃない。アリギュラ、じゃあアリギュラ、アリギュラでもいいんじゃない。じゃあ下田さんは下田あさみさんだから、もう下ギュラです。下ギュラですね。そこは下で、もう下ギュラですよ。じゃあお二人もその呼び方で今日はやりたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はいはい、まあそんな感じでね、うん、まあ、どんどん進めていこうということなんですけどね、はいはい、それではですね、公開録音2回目はですねこの4人でお届けしていきたいと思いますので皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。それでは公開録音スタート。カリギュラジオカタルシスを。カタルシス。さあというわけで、冒頭にもお話しさせていただきましたが、現在、テレビアニメカリギュラは6話まで放送、本日第7話が放送されるわけなんですが、はいはい、7話を前にですね、ここで一旦アニメを振り返るコーナーを設けさせていただきました。最初のコーナーはこちらです。ドン、せーの、テレビアニメ6話までをカタルシス。こういう感じでね、はいはいはい、やっていきますけれどもね、はいはい、ということで、トークテーマに沿ってですね6話までを、振り返っていこうと。特に、この夜の会はですね、ゲストのお二人に、はい、中心になって、お話を伺っていければと思いますのでよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいたします。みんなまだ最新話を見てない人もいるってことだよね。そうなんですけれども、なるほど。でも、うん、そういう方でも、うん、こう楽しんで、ネタバレをね、うん、知った後でも見たくなるようなトークを。そうそう、なるほどな。ネタバレがあります。ネタバレあります。よろしくお願いいたします。それではまず最初のトークテーマはこちらになります。こちらです。どん、演じられているキャラクターについてです。よっ、はい、よいしょ。はい、ではまずは小沢さん演じられている彼女について掘り下げていきたいと思います。こちらです。どん、はい、森田鳴子です。はい、岸前高校の2年生で、まあ、メガネがトレードマークな小柄な少女と、常になんかこうゴシップを追っているような、そう、なんか SNS に上げたら盛り上がりそうなネタ探しをしている女の子で、うん、多分噂好きだったりちょっとおしゃべり好きだったりみたいな、うん、ちょっとゴシッパーな感じの女の子ですよね。そのもともとゲームの時から演じられていたと思うんですけれども、はい、ね、アニメになるにあたってこう昼の部ですと、うん、我々もまずここは人格が初めてついたり、はい、佐竹もそれに合わせて、そうそう、ちょっとだけ印象が違うというか、はいはいはい、楽しそうな2人だよね。だってなんて予告とかやばいしね。予告もやばくやらせてもらってますよ、ね、いいよね。なんで女子入れてくれるの。そうそうそう、ね、これやってますからね。4コマね、楽しそうな。もともとゲームの時はなる子はどういった印象というか、でもやっぱアニメもゲームも変わらずで、うん、あ、そうなんですね。はい、そうですね。元気で噂好きでっていう、うん、ちょっとなんかアニメの方がよりちょこまかしてる感じは際立ってる感じはしますけど、うん、 なんかこうお芝居する上でここは私的にはこだわってるってとこあったりするんですか。なんか庶民感とか可愛いとかをなんか別あんまり意識しない方面で、よくクラスにいる一人の女の子みたいなのは意識しながらやってますね。やっぱ見てくれ、めっちゃ可愛いじゃないですか、はいはいはい、キャラクターデザインとかめっちゃ可愛いけど、はいはい、あんまりその可愛いところを際立たせるというよりもちょっとなんか うざいみたいな今時のね、どこにでもいるような、今時のどこにでもいるようなちょっとなんかちょこまかした明るい子を意識してやってたりはしますよ。なるほどね。このカリギュラはこれナルコにキャスティングされるってあるじゃないですか、うん、それはもともとオーディションだったのかそうじゃなかったのかっていうのはでも、まあ、あれなんですけど、ね、そうだと思いますけど、はい、本当に何決まってご指名という感じですよね。昼の部の方でですね、うん、山中さん、このゲームの原案の山中さんという方がですね、もともとキャスティングする上で、うん、普段この役者さんが演じられてなさそうなキャラクターを振りたいなという思いでキャスティングされたっていうお話があったんですけれども、うん、そうだったの、はいはい、そうなんかそんな感じらしくですよ、うん、小沢さん的にはいかがでしたか。このどうだろう、あ、割とでもこの手のタイプはそんなに珍しくないかも。あー、そうだ、タクヤタクヤ違うこと言ってるじゃないですか。タクヤおい、どういうことだよ。ねえ、どういうこと。タクヤタクヤちょっと、どういうことですか。僕は今ちゃんと説明してたんですけど、タクヤどうして私をキャスティングしたの。出番あと8ページぐらい後ろ。タクヤ、なんで私ナルコにしてくれたの。全然ちょっと、どういうことですか。いやいや、何ですか。この子たち、表と裏あるじゃないですか。はいはい。で、表は結構
竹内くんとかもいつものかっこいいやつでも裏の方は竹内くんなのにこうなのみたいなところが出したくて表裏でやってるの裏のところがそうそう、ね、あのなんか可愛い子たちをやってるような方が裏になるとめっちゃ叫んだりとかめっちゃ嫌なこと言ったりとかするようなところでやっているという感じでよろしいでしょうか小田さん、はい、はい、ありがとうございます、はい、またね、あとうございましたまたねまたねありがとうございました、ありがとうございます便利すぎるでしょいやすごい、こういう感じでやってますから確かに裏はね、うん、すごいなんか面白いですもんねそうなんですよ、ね、まだね、アニメの方でね、あのナルコも含めて描かれてないんですけど、はいはい、ちょっともう6話以降ご期待いただきたいその裏の部分だったりしますけど、うんうんうん、ナルコももちろんその6話以降ちょっとご期待いただきたい部分はありますけど、はいはい、そうですね、はい、でまあ明るい子でもあの悩みはあるよみたいな感じで、うんうんうんでは今後のナルコのちょっと動向にまで注目ということで、はい、ありがとうございましたさあそれでは続いてのキャラクターいきましょうこちらですドンアリア、はい、こちら下田さんが演じておりますアリアなんですけれども、はい、まあ説明ではですね、リツの前に現れたチンチクリンな物体ということなんですけれども、ひどいですよね、そのプロフィール書いてあるんですもんだって、だってまあミュウと同じ、はい、ミュウという、このカリグラ の舞台になっているメビウスという世界もミュウと呼ばれるバーチャルアイドルが、うんうん、こうみんなが現実で辛いことがあったら、うん、あの理想の世界があったら、うん、あのここならあのみんな幸せになってくれるんじゃないかということで、はいはいはい、あのミュウというものがこの世界を生み出しているわけなんですけれども、うんうん、それと同じバーチャルアイドルという立ち位置で、はい、で同時期にこう生まれたけれども、うん、こうちょっとアリアは、うん、あのミュウをこう助けたいというか、うん、そういった思いで、うんうん、まあ、あのリツたちにちょっといろんなアドバイスとかあとはカタルシスエフェクトをこう解放してくれたりとか、すごい。竹内くん、説明ありがとう。もう本当ね、今日ね、いかにこの話を分かりやすく皆さんに伝えたらいいかなって考えながら来たんですけど、全部言ってくれたので、分かりやすかった。ですね。分かりやすいですね。なんかこう、演じる上で、こうまあ、先ほども来ましたけど、うんまあ、監督さんに言われたことなり、自分で意識されてることってあるんですか、うんまあ、監督さんっていうかね、あのさっきの拓也さんなんですけど。うん、あ、そうだ、拓也か、最初の監督さんは。拓也さんですね。はい。あの、やっぱりアリアは、この、まあ、カリギュラって結構皆さんの心の闇っていうものをねやっぱり、うん、あのテーマにしている作品なだけあって結構プレイヤーさんだったりゲームだったらプレイヤーさんだったりアニメだったら視聴者さんが結構見ていて結構心をえぐられてしまうというかずーんと多分真夜中に見ていてそのまま暗い気持ちになって眠れなくなるっていう人も多分いるような作品だと思うんですよその中にあのやっぱりこうオアシス的な存在というか、うん、はいなのでとにかく明るくてアリアが明るくなかったらもうカリギュラはやばいですってとにかく言われたのでもうとにかく明るくみんなを励まして元気づけて一生懸命にちっちゃいけどその分一生懸命にっていうことをあのいつも意識して演じてますなんかあの上田さんが、うん、あのミュウを演じるときに、うん、やっぱり人間ではない生物ではないから、うん、こう AI 的なところで、うん、あの急にものすごい優しさを見せたと思えばあの急になんかさっきまでの発言をこうひっくり返すような全然違う冷静な意見を飛ばしたりっていうそういうところを結構非常にやったりみたいなことを、うん見てましたね、ゲスト最初いらっしゃったことを忘れてましたけど言ってましたねそうだそうだおっしゃられてたんですけれども、うん、どうなんですかこの AI っていう存在を演じるっていうのは結構難しいんじゃないかなっていうのがなんかイメージとしてはあったんですけど、なるほどね、まあ多分描かれてるシーンとかもあると思うんですけど、うん、あんまり AI ってことを意識してアリアを演じているっていうよりは、みんなのことを救いたいミュウを助けてほしいっていう、まあ、人間味じゃないんですけど、うん、割と本当その一生懸命さってところを結構考えてるので、あんまりちょっと私はそこはリーナちゃんとちょっと違うかもしれない。なるほど、うん、そこがねやっぱ収められてますもんね、ショウ先輩もね、よしよしってね、そうそうそう、よく唯一の味方と言ってるのよしよし、結構ナルコからの当たりは強いんですよ、ショウだってダサいんだもんワードセンスが古いとかすごい言われたりするんですけど、ねえ、だって理想の世界でお花つけちゃってるでも僕最初にこのアリアの声を聞いた時、うん、あの最初あの
この前のゲームが出た時にイベントやったじゃないですか、うんね、その時に島田さんも出られてて、うん、そのなんか朗読劇みたいなのあったじゃないですか、うんうんうん、その時にアリアの声を聞いた時に、うん、この人めちゃすげえってめちゃめちゃ思った印象がありまして、その時に思った心はその時思った心、うん、そうめちゃめちゃすげえってやつどうして思ったんですか。いや だって島田さん今喋ってるとこうなのに、うん、なんだろうな、これ変な言い方、キーもめちゃくちゃ高いじゃないですか。いや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 、役者ならね、はい、できますよ。うわおー、スーパーシロ君ね、はい、シロ君もアリアになれるの。アリアになれる、そうだ、このエコーならばなれるかもしれないよ。やってみ、そう、下野さんにこう、あれですよ、精一杯寄せてみますね、うんうん、リッチーキーが出ない、キーが出なかったキーが出なかったでも、その気持ちわかっるんですけど、私もゲームの音声は聞いていたんですけど、やっぱアフレコで生で、はいはい、アリアの声を聞いたときに、うわー素敵ーってなりました。ゴーライブとかいいですよね、うん、ゴーライブね、そうなんですよ、あれを何話だったかな、あのリーシャと一緒に合わせていかなきゃいけなくて、ゴーライブっていうのはなんかこうね、一人で今までこうね、ゲームとか収録の時は何回も言ってるんですけど、人と合わせたことがなかったので、結構アフレコの場で合わない合わないで結構何回も何回もやることになっちゃったりしてね。まあでも、うん、やっぱりゲームからこう参加している我々としては、やっぱり、うん、一緒にね、集まってアニメとして参加できるというのは本当にいい機会になっているな。いや、それはすごい思いました。皆さん、やっぱ、ね、そういったテーマ的なものもあるので、やっぱ掛け合いができて、よりこうなんか肌で感じるものっていうのが多い作品だなと思いますよね。うんうん、もう、それこそあの今日放送されるあの第7話なんかは結構アリアがね、うん、こう活躍しているというか、おろおろアリアの可愛い一面というものも、ね、結構見えたりするので、ちょっとほわほわとした回だっけ。そうですね、そうだよね、ほわほわとした回、ぜひお楽しみに。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それではキャラクターの紹介をしたところで、続いてのトークテーマに移りたいと思います。こちらです、ドン。6話までの印象に残ってるシーンよ。はい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 、よっよっよ。はい、というわけで本日はですね、あのゲストのお二人にあらかじめ6話までの、話の中で一番印象に残っているシーンというのを、お一つずつ選んで、スケッチブックに書き込んでいただいております、うん、というわけですので、そちらを中心にお話をしていきたいと思います、うんうんうん、はいはい、ではまずは小沢さん、はい、印象に残っているシーンをご紹介お願いできますでしょうか、ね、第4話の出せるじゃないか大きな声ってやつ。じゃあ少年ドールの少年ドールの回は素敵だった。神楽鈴奈というね、神楽鈴奈という女の子がいるんですけども、まあ、ちょっと内気な子 で、うん、で大きな声を出すということに非常にコンプレックスを、うんうん、持ってる子で、でもこういろいろあった中で最後、うん、こう大きな声を出して自分の気持ちをしっかり伝えた後の次の一言ですよ、うん、あらだからこの少年ドールのすごくゲームの中ではこう見れなかったような、うん、ちょっと柔らかい、ね、そうなんですね、印象を持つというか、うん、なんか学士だけど素敵な子がいるなって、なんかちょっと希望じゃないですけど、うんうん、なんかすごいいい好きな回でした。そのシーン、先ほどの僕あの第1回目のこの公開録音、あの午前中じゃないけどやったやつ、うん、1回目のやつね。そうそう、それでもこのシーンやっぱいいっていうの で、ね、僕が出したんです。僕が出した。あ、マジか。いやいやいや、一緒一緒一緒。ゲストのお怒りですよ。一緒で、あの本当花森由美ちゃんの、うん、あの少年の声が、うん、いやすごい。お前さっきの声ばっかだな。いやいやいや、だっていいんだもん、みんなめちゃくちゃいいんだもん。そうそう、それまでのね、シーンがしかも結構狂気に満ちてるという、うん、そうそうそう、ゆるさんゆるさんぞあそこね、リア充しねーみたいなやつ。うん、でもなんか、うん、そのキャラクター同士こういいよね、どっちも鈴奈ちゃんと少年ドールのこの雰囲気もすごく素敵というか、うん、やっぱり、うん、素敵でした ね、 ね、なるほど、ありがとうございます。はい、さあ続いては下田さんの印象に残っているシーンをお伺いしたいと思います。ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、ではお願いいたします。第6話、うわーってどこどこいやいやいや、
わかりますよね。そうなんですよ。まあ、こうちょっと盛大なちょっとねネタバレになってしまうんですけれども、うん、気にしませんね。6話はねかなりカリギュラの物語が大きく動き出す、話数ではあったんですけれども、まあみんながねカタルシスエフェクトを発動させるっていうシーンがありまして、もう心を解放してみんながもう自分の全てをさらけ出した瞬間にその発動シーンでうわーってこう叫ぶシーンで、みんなもう気持ちいいぐらいに一人ずつブワーって叫ぶっていうのがアフレコの時からすごい見ててなんかこうスカッとするシーンではあったんですけれども、6話全体が結構ね好きだったりするんですけど、なんかアフレコでみんなが一人ずつ順番になんかこう叫んでて、多分叫んでない人たちはいいなって思ってた。そうです、なんかそこら辺の目線はちょっとアリアと同じというか近しいというか、みんながこう叫んでく様子を見て結構思われるものがあったっていうことですね。あったね。なんでその後アリアうおーってないんだろう。アリアもアリアうおーでも可愛い可愛いんだろうなみたいな。そのシーンなんですけども、うん、先ほどの回で僕も挙げさせていただきました。本当に？え、どうして？僕が言ってたら率がうわーってなるところだから同じところですね。あー、なんでなんでなんでよ。なんでなの？なんで俺と一緒は嫌なのよ。非常に残念ですね。率以外のみんながおーっていうところかな。もうでもあと、ミュウが、歌うてるシーン、曲とのこうマッチ具合というか、やっぱりこのカリギュラのね、あの世界観ってみんなミュウの歌に癒されて、でこう現実の強さを忘れてあのメビウスという世界に集まってきてしまったというところなので、ちょっと叫びとかなんかそういった感情と音楽とっていうところのねこう融合性がね、もう前はすごいいいですよね。いいですね。しかもあの収録の時普通は音ってこう効果音がついてない状態で BGM ついてない状態でやるんですけれども、あのカリギュラのアフレコの時だけはこう収録中もこういう曲が流れますから、テストの時はあの曲を外で返して聴きながら演じてくださいという。だからテストの時すごいなんかこう胸が熱くなりますね。よりテンションが上がるよね。テンションが上がりますよ。というわけでですね、以上、シーンを、お伺いしたんですけれども、曲について、じゃあここからちょっとお話ししていこうかじゃないかと思いまして、続いてのトークテーマはこちらになります。こちらドン。はい、主題歌についてでございますね。今回はですね、ついに発売されましたエンディング主題歌のヒプノの CD を手に入れてくださった皆さんが会場に集まっていただいているので曲の話をしなくちゃダメだと、ということですので、柏葉琴乃と森田鳴子、篠原美笛、神楽鈴奈が歌うヒプノのお話からお伺いしていきたいと思います。はい、こちら、ジャケット出ていますけど、ね、あ、曲も流れてるね。この曲、まあ、誰かが歌われてるわけなんですけれども、まずエンディング主題歌を歌われるってあのお伺いした時にどういったなんかも知っておくか、なんかあのミュウは、まあ、もちろん歌うじゃないですか、で、学士たちも歌い上がりましたよね、その後歌い上がりましたで、なんでお前歌ってあたいたち歌わないのって言ってたから、やったやったエンディングって言いましたでも、ナルコで歌うっていうのでまたちょっと曲調がね、そうね、確かにナルコは元気だしね、すごくキャラ的には。で、なんかこの歌はほら、今聴いてもらうけど少し静かなところからだんだん盛り上がっていくところだから、キャラで歌うのもちょっと難しいのかなと思ったけど、その辺は。そうですね、なんか大体キャラクターさんが歌う時にイメージするのが、まあ、振れ幅だったりするんですけど、でもやっぱこの作品振れ幅すごいので、あんまりそういう意味ではそのキャラしいっていう意味では私は演じてないので、まあ、別に普通にナルコだと思って歌えたなっていうのはありますけど、曲が珍しい曲調なので、曲と小沢が向き合った時に何か難しいんだろうって曲と小沢が向き合った時にキャラクターとかじゃなくて曲がそうそう、ちょっとここから出るので声がなんかちょっと音感ついてるかなみたいな心配はありましたけど、一番初めに私から撮り始めて、そうですね、最初ってプレッシャーあるよね。ありますよね、これ全部みんなに聞かれながら歌われると思うとちょっともうなんかもう怖いなって。なんかこういう雰囲気で歌ってくださいとかそういうなんかオーダーみたいなのあったりしたんですか？でもやっぱ初めってこうちょっと練り合わせみたいなのがあるので、最初は
ガチでみたいな、なんかじゃガチでガチであのしっかりちょっと歌ってみましょうかって感じだったんですけど、あ、ちょっと嘘つきました嘘つきました、ちょっと前だから記憶がおぼろげなんだけど、あ、ちょっと前だからね、うん、あれ、うん、どっちかっていうと本当にあのもう好きにどうぞみたいな最後にはなりましたけど、気持ちで歌ってくださいと、うん、やっぱそのとても感情が激しくなるようなちょっと熱い歌になっているので、うそういう意味での感情がちゃんと乗るようになる子 の一応全部撮ったんですけど、一応ここでなる子を使う予定ですみたいなところとかも教えていただいたりしたので、それがまあなかなかこう音程を守りながら感情を出すのが難しいちょっとパートだったりして何度も撮ったりしましたけど、曲聴いてくれた方は分かると思うんですけど、感想部分にもう叫びのセリフが入っておりまして、それはやっぱりもうなんかこうカリキュラならではの気持ちよく、そうですね、気持ちよくドロドロしたものを叫ぶ、やカリキュラになるなら叫ぶっていうのはやっぱ役者としてもやってて、こううわーってスカッとするところでありますからね。でもドロドロしたものっていうことでちょっと気持ちよくなっちゃいけないから、ちょっとなんか苦しみながら叫びますけど難しいですね。なんか個人的にこういうフレーズが好きだとか聞きどころ、そういったら今のあの叫びのところもありましたけれども、ありますね。あー、なんかこういろんな感情を出したまま最後なんか眠るっていうか、うん、なんかそう、暑いかな、あ、深くか、あ、めぐるか、全然違った全然違った ね、歌詞忘れちゃったんだけどあ、でも1番とか2番とかね、いろいろ変わらないからね、そうそう、あ、でもなんか落とし所のその最後やっぱ私を責められる、あ、おい、パパ、ここも出したの、恥ずかしいですね。ちょっとフレーズか、まあ、その恥ずかしいかも。ところが結構落としどころとしてかっこよくて、そう、みんなで最後グッてあのそこにあと持っていくっていうところが、もう結局やっぱみんなそれを押し込んでこう来てるっていう感じ。最後ブワーってやるけど最後チーンってなるよみたいなその感じが最後チーン、ちょっと印象深いところであったりもしますけど、ありがとうございました。はい、けれども、続いてはカップリング曲のですね、アリアが歌う Are You Ready? Go Live のお話を伺いたいと思います。こちらです。はい、元気出ます。お、あ、かわいい、かわいい、こちら今流れる曲なんですけれども、まあカリキュラの中では、まあニューの方でもいろんな、曲があったりしますけれども、中でもこうアリア感満載で元気いっぱいというか、いや、こう来るかって思いました、ね、あのミューが歌ってるメビウスの中で歌ってる曲って決してキャラソンではないじゃないですか、あのもう心の叫びだったり祈りだったりいろんなものを歌ってる中で、割と結構キャラによってのキャラソンによりといいますか、なのでなんか私はあのやっぱりカリギュラーっていうやっぱり世界があるので、もしかしたらそのアリア のシリアスな部分が描かれる曲が来るのかなと思っていたところに、はいはい、結構弾けた能天気といいますか本当に元気いっぱいな歌が来たので結構あのドギモを抜かれましたね。そうですよね、カリギュラで多分こういう曲調唯一の曲だと思うんですけど、いや、本当にないでしょう ね、ここまではないですよね、本当にこれはもう本当に強い、こういう時ってどういう、僕キャラソンいつも歌ってて、あー声が外れちゃう、これじゃ役の声じゃなくてサワシラになっちゃうとか、あ、キーの問題で、キーとか、どういったところに下田さんはお気をつけになって歌われてるのかなって。いや、私もなるよ、難しいよね、キャラソンって、はいはいはい、自分だったら歌えるなってところとかもキャラクターのニュアンスだったり表情乗せて歌わなきゃいけないってなると、またちょっとそこの音が出るか出ないかとかの問題とね、違う話になってきちゃうというか、もう難しいけど何を優先させるかをディレクターさんと相談し合って、あのちょっと音外れちゃうけどキャラに寄せるのか、いや、ここはビシッと決めたいからっていうんだったら、まあ若干ちょっとキャラ感が薄くなっても他のもっとキャラ感を強くできるところでカバーしてとかいう風になりますね。なるほどね、なんかこう気持ちのままバーって歌って本人的にはあーってなるんだけど、キーが違かったりしたりするときあるじゃないですか、すごい悩んでるんだから、そう、あ、それガチな悩みになっちゃったいやでもなんかなんとかなるってよなんとかなるって言ってるから基本なんかピンってなるから
今の最先端の技術を使いに、ね、よく言われるよ。ジュジュピーンってなるんですね。ジュジュピーンってなんか大丈夫です。そんな中、あれアリアにお便りが届いてるという。そう、お便りがいつございますからね、はい、こちらはですね、カリグラネーム、これなんて読むすんのかな、コブラさんかな、コブラさんかな、はい、ミナギュラさん、こんにちは。あ、ミナギュラ、こんにちは。ヒプノに収録されているカップリングのゲストの下田あさみさん演じるアリアの Are you ready? Go live! ヘッドホンで聞くとすごい頭の周りを、チンチクリンモトイアリアが飛び回って騒いでいるのがそのままキャラになっているかのような一曲ですね。作曲編曲の、ノーマイさんがツイッターでつぶやかれていましたが、キーレンジ、テンポともに人類が歌うにはかなり難しい曲とのことです。やっぱり、だったかも。高いなと。それを踏まえて収録で大変だったことなどあればお聞かせくださいってことなんですけれどもね。いや、大変でした。人類が歌うには大変だった。でもね、本当に結構本当その通りかもしれない。ぜひね、聞いていただきたいんですけれども、すごいなんか言葉数が多いんですよ。はいはい、うん、メロディーに対して、はいはい、なんか大体まあこのメロディーだったら、10文字入るかなってところに15文字入ってる感じといいますか。なるほどなるほど。かなり早口言葉を歌ってるみたいな感じで、うん、なので、で割と結構全体的に高いのもあって、もうとにかく忙しくて、くじけそうでしたね。本当にくじけそうになった。だった。はい、ちゃんとリズムに合わせて歌いたいのにどんどん遅れてく自分で。なるほどなるほど。いや、ありますよね。そうです。でもなんか、くじけそうな心と裏腹に歌ってることは、なんか大丈夫だよ。なんか、なんとかなるよみたいな、いけいけ、頑張れみたいな曲だから、歌詞にちょっと励ます。あれが、でもだから、楽曲の方でもね、はい、本当アリアはオアシスじゃないけれども、アリアだけはもう折れないっていうところが強くね、楽曲の方にも現れていて。でもそれ歌い切ったってことは、下田さんは人類じゃなくなったってことですよね。確かに。レコーディングを経て。ぜひね、竹内君にカバーしていただきたい。なんで僕がやるんですよ。オーラーイ。自己変より下がってありがとうございました。はいはいはい、ありがとうございました。さあ、楽曲についてもお話をお伺いしたんですけれども、うん、ここからはですね、普通歌を、これを聞きましてね、あ、そうだ、ラジオだった、いただいておりますので。そうなんです、ラジオだった、はい、なんだと思ってたの。お二人にもね、メールが届いておりますので、はいはいはい、いくつか、あ、いつご紹介しています。厳選されたね。はい、こちら、はい、カリグラネーム、うーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。このカリグラジオでカリグラという言葉の意味を初めて知りました。やっちゃダメと言われたことをやりたくなっちゃうことだったんですね、うん、ということで、皆さんはやっちゃダメだと思ってるのについついやっちゃうことはありますか？私は夜中寝る直前のポテチがやめられません。今食べたから太るからダメだと思いつつも、深夜アニメを見ながらのポテチは至福の時間です。なるほどね。お二人なんかあったりしますか？なんだろう、ね、いや、いっぱいきっとあるはずなんだけど、なんかこの残念になってくると思うんですけど、蚊に刺されたとこ、かいちゃダメだけどかきたくなる。バッテンにしちゃうだね。目もかゆくなるけどかきたくなっちゃいます。わかるわ、あるわ。絶対やったらさ、目充血するしさ。まあいいことはない、ね、晴れしさ。ありますよね。僕はなんかあれですよ、台本こう読んでるじゃないですか、台本とか読んでて、よしって最初はこうやって読んでるんですけど、だんだん疲れてきたから、じゃあちょっと寝転がって読んでみようかなってこう読んでて、あ、ちょっとじゃあ仰向けになって読んでみようかなって言って、いつもそのまま寝てしまうっていう。そう、いつも寝てしまう。そうなんだ。ダメだと思ってるんですけど、やっちゃうんですよね、それは。寝落ちしちゃうんだね。なんか ありますか、下村さんと竹内君。白髪を探しちゃう。やっちゃダメなの？やっちゃダメ。いや、探すのはいいんですよ。ほうほう。なんかそのなんかピッて抜いたり切ったりしたくなっちゃうんですよ。わかりますわ。で、切りがない、白髪がすごいあるんですよ、実は。そうなんですよ。これ結構ね、若い時からあるんですけど、まあ、最近まあね、ぶっちゃけ年でしょうね。いやいやいや、そんなことない。まだまだじゃないですか。もう本当にくらいでね。そうなんですよね。それでもう、このまあ、染めたりしてると大丈夫なんですけど、うん、まあ、1ヶ月とかすると、まあ、髪結構伸びるの早いみたいで、なぜか、なので、なんかちょっと気になってくるんですよ、はいはいはい、一気に一斉に伸びるじゃないですか、髪だって、うん、
なのでそれで気になってきて、正面から見てなんかなぜか前髪にすごい多くて、で前髪から始まって、なんか、まあ、1本だけならいいかとかピッて抜いたりして、したらまた1本気になってきちゃって、どんどん探して鏡前から離れられなくなっちゃう。なるほどな。僕も枝毛気になります。枝毛枝毛今の白髪じゃなくて枝毛枝毛みたいな、なんかやっぱあのパーマとかを当ててるんで、やっぱ髪が傷んだりしてるんで、こうボロボロの髪を言うとやっちゃうんですよ。え、抜いちゃうの？ね、抜くわけじゃないですけど、その先端だけなんかこうちぎっちゃってやっちゃうんですよ。いやー、そうなんだ。あと、その話で言えば、こう髪ちょっと触ってるじゃないですか、すると、ボツってなんか手に当たって見たら、ここなんか髪が結ばれちゃってる感じですか。あるこれわかる。これ、え、結構男子もそんなことあるんですか？やっぱ髪の量が僕も長いんで、今結構あったりするんじゃない。なんかこう、2人ともピーってここでもプチってやりたくなっちゃいますか。わかる。ありますよね。でもあれするしかなくないですか、プチって。もう切るから。確かに、一回ほどこうと頑張ったんですけど、やっぱできないですよ。どんだけ器用なんですか。こんな、もう顕微鏡の世界です。顕微鏡まではいかないけど。でも、髪綺麗よね。髪綺麗。髪綺麗ですね。まあトリートメント頑張ってますよ。早く切れよ。いつかはね、切りたいと思っておりますけれども。はい、というわけで、皆様からのお便りでした。まだまだね、ご紹介できなかったんですが、たくさんのお便りありがとうございました。これからも普通歌どんどん送ってください。こちらのコーナーは以上になります。ありがとうございました。カリギュラジオ、カタルシスをカタルシス。続いてのコーナーはこちらでございます。ヒントカタルシス。よっよーしょー。はいはい、ここから私が MC になりますんで、だいぶ不安になりますけれども、はい、言わないでください。はい、で次はですね、心理学用語がキーワードとしてたくさん登場するカリギュラですけれども、そこでね、僕たちもお互いの心理を伝え合うことにチャレンジしていきたいと思いますよ。はいはい、この4人の中から1人が回答者になりまして、続いてですね、スクリーンにお題が出されますので、回答者以外の3人で確認していきます。はい、3人はですね、それぞれ相談などせずに1人ずつヒントとなる単語をスケッチブックに書き込みます。そしてですね、回答者が3つのヒントを見て見事お題を当てることができたら1ポイント獲得でございますよ。なおですね、今回はこの公開録音中にですね、20ポイント以上獲得するとご褒美がゲットとなります。これはね、女子には結構ね、女子にはいいですよ。なんとですね、スイートピーのお茶会から持ってきたスイーツだそうです。やばー、デブになる。なっちゃう。やばい。まあそのね、スイーツをかけて挑戦していきたいなと思っているんですけれども、はい、まあ例題として、例えばですよ、下田さんが回答者だとするじゃないですか、はい、そしてお題にトウモロコシって上の後ろのスクリーンに出ますよね、うんうんうん、そしたらそのトウモロコシを、下田さんにヒントを出して分からせるように、例えば僕が黄色っていう、字を出して、竹内くんが、粒っていう字を出して、小沢さんが黄色とかね、小沢さん揃っちゃった。息ぴったりでございますね。そういうね、こうヒント出していくと、うん、それで下田さんに答えていただければ1ポイント獲得ということになりますからね、はい、ここでなんか注意事項書いてありますからね。あのね、ヒントは単語なので、黄色い粒とか2文字になるとそれは NG らしいですね。 あと北海道などの地名も OK でございます。 OKOK、それは OK で、商品名とか、人名とかをヒントにするのは NG でございますから、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。はい、はい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 、あのお題を英語にしただけのコーンとかもダメです。わかりやすいですかね。ダメですよね。そうそう、それもダメ、はい、だなんとなくわかりやすいのを出していくということでございますけれども、ね、じゃあスケッチブック用意してございますから、はい、まずは、はいはい、下田さんから回答者になっていただいて、そうですね、ゲームを進めていこうかと思いますので、後ろ見ないように、はい、後ろ見ないようにお願いいたします、はい、さあ、それでは最初のお題ですかね、うん、最初のお題です、こちらです、どうぞ。おー、なるほど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 、どうだろうな、何かじゃあ考えていきますかね、じゃあ考えていきましょうかね、はい、それではね、ヒントになる単語をスケッチブックに書いていきましょう。それではシンキングタイムスタート。まさにカリギュラ効果で、見るな見るなって言われるほどすごい後ろを見たくなってしまいますね。こんなに前を向くって難しかったけど、
この歌いいですよね。このダイニングボックスね、発売中ですからね、皆さん持っていらっしゃると思いますので、ね、よろしくお願いします。どうしよう、案外気使いすぎて、うん、分かりやすい単語誰も書かなかったさあ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 、はい、書けましたでしょうか、はい、書けた、お、書けました、はい、それではシンキングタイム終了でございますよ。はいはい、じゃあそれではね、僕から順に、ね、はい、発表していきたいと思いますんで、いきますね。じゃあ僕が書いたのはこちら、ててん、ちくりということでございますけど、ちくり、ちくり、なるほど、ちくりっていうことでございますけどもね。なるほど、じゃあ、まあね、次どうぞ。じゃあ次竹内くんどうぞ。はい、僕はこちらです、透けてる。あーあー、分かったかも。お、お、じゃあ最後、ゆらゆら、やっぱり。おー、さあ下田さん、答えの方よろしくお願いいたします。はい、答えはクラゲ。正解でーす。やったー、すごい、すごい、すごい、違う違う、すごいチームワークじゃないですか。すごいですね。わー、すごいわ、アフレコやってきた回ありましたね。なんかやってますね。チクリっていうのはなかなか被らなさそうで、結構重要な。そうですよね、チクリ。これだけだけどね、何かをチクるみたいになっちゃいますもんね。それだけだった感じがしますよね。イントネーション、そうそうそう、いやこれ嬉しいな。いや、じゃあどんどんやっていきましょうか。はい、じゃあ回答者決めましょうか。回答者コント、次は、はいはい、小沢さんで。小沢さん、小沢さんね、小沢さんだね、はいはい、うん、じゃあ小沢さん、じゃあ前向いていかないでね。あ、前向いててね、前向いてて。じゃあ、次のお題どうぞ。バン。おー、なるほどなるほど。どうしよう。でこれはでも分かりやすいんじゃないですかね。やりやすいですね。それでは、シンキングタイムスタート。よし、これ、あー、ちょっと、あー、直接いけないんだもんね。結構ダイレクトなヒントになりそうすぎて、ね、難しい、ね、そうなんだ。ここまで、あ、いや、これだとちょっと雑かなー。いやー、ちょ、あ、んー、あー、はい、シンキングタイムスター終了でございますよ。はいはい、じゃあ私から出したいと思うんですけど、はい、私自分であの NG ワード言ったんですけど、でもこれは、うん、あの 1フレーズと考えてください。どういうことだよ、はい、いきます。じゃあ私こちら、広い宇宙の、頑張れ応援されちゃったよ、うん、どういうこと。じゃあ次、次次行ったら分かると思う。いや、僕はこちら、陽気。広い宇宙の陽気じゃあ志村さんどうぞ、はい、暑い。あー、いやー、これは分かるんじゃないかな。ちょっと、あー、いや僕は広い宇宙のじゃないからね、こう広い宇宙のだから僕は意味が分からないよ。わ、伝わんねえか、これジェネレーションギャップだわ。おじちゃん、ジェネレーションそんなあるか。かかこうてりんだ。それではじゃあ小沢さん回答分かりますか。正解は沖縄でございます。わかんねえよ海ぐらい書いとけばよかったかな。わかんないか。なんかサーターアンタギーとか、そう思ったの。なんかチースコーとか、でもちょっとシーサーダメかもしれないと思っちゃったよ。そうそうそう、確かにね。僕が出したのはモンゴル800っていう沖縄のアーティストです。わかんねえよわかんねえよ。いや結構有名だよね、皆さんね。ほらほらほら、そう、これ確かに、確かに、そう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 、あ、ごめんなさい、サビ書けばよかったねサビ書けばよかった、サビな、そうそう、そっちだ、なるほど、どうもありがとうございました。はい、じゃあ次はじゃあ僕が回答になりますかね。じゃあ、はいはいはい、じゃあ、お題お願いします。おお、なるほど、なんだその反応が、これかぶりそう。さあ、じゃあ皆さんね、回答者の方をね、書いていきますよ。回答者じゃないよ、僕が書いていいですか。そう、あなたが回答者ね。じゃあ問題、はい、じゃあシンキングタイムスタート反応が拍手湧き上がってましたからね。さっきみたいに結構地名とかなんか大きな感じでね、来る可能性もありますから。これは
どんな表現がいいんだろう。多分結構みんなが思うことって割と固まりそうなものもあると思うんだけど、おうおう、あ、じゃあみんなのイメージの中によくあるものか。なるほど、よし、うん、じゃあ、はい、こっちから言ってみます。下田から行きます、ね、島田さんから、はい、行きます。枝毛。わあ、すごい。なるほど、はい、もうこれいらないかな、うん、AT1。 あ、じゃあ、じゃあ私、じゃあこれ、はい、かっこいいということでございますけれども、これでも答えづらくないですか。僕もと思うんですけど、答えづらい。あれ、答えづらいとはどういうことなんですかね。でも僕はスイーツをプレゼントしたいので、はい、答えていきます、はいはい、正解は僕。あ、正解。これ、ナウな話題を。そうですよ、今さっき言ってたんです。すごい。事務所でいっぱいいるからさ、借りれるよね、これもね。でもね、今日竹内くんが自分のことをかっこいいと思ってることが分かりましたね。これがずる、これが本当にずる。これはまだ、本当にまだですからね。その通りですよ。同じことしますからね。あ、じゃあ私、次回答者やりますんで、はいはい、この問題で、はいはい、ラストになるんですね。ラストでございます。じゃあ、目つぶります。はい、それではお題の方、はい、お願いいたします。ちょっと思いつかない。じゃあ、考えますかね、はい、シンキングタイムスタート。ペン持てないわ。はい、どうしてください。スイーツが待ってます。ちょっと、なんですか、なんだなんだなんですか、どうでしょうか。さあ、皆さん、書けましたでしょうか。私たちは目をつぶってるので、ちょっと見えないんで、あ、終了、シンキングタイム終了でございますよ。皆さん、書けました。あれ、なんか、よしよしよし、なんか大丈夫、俺目開けて、これ大丈夫なやつだっけ。大丈夫大丈夫、今、目開けて、はいはい、はいはい、それでは、では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 、どちらからいきますか。あ、じゃあまた柴田さんの方。はいはい、ね、柴田さんから、はい、いい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 よって。これだけだとまだわかんないね。じゃあ小沢さん。あー、うわぁ、なんだろう、なんか回答がやっぱ悪いから。うわ、優しいね。あ、いいね、いいね、じゃあストローが。いいね、いいじゃないですか。いいじゃないですか。あ、いい、あ、あ、とりあえず私の、はい、私ですね、ロン毛。あいいロン毛、いいロン毛。さあ、じゃあ竹内くん。はい、こちらですね、学生時代モテまくり。あ、違うんじゃない。今はなんかでもね、こう、なんかこの話を聞いたことがあったんですよ。そうなんだ。これは分かってきましたよ。お、分かりましたよ。では、沢城さん回答お願いいたします。正解は、沢城千春。なんだ、最初みんなの反応を見て、いや、これは竹内くん、竹内くんって来たから沢城みゆきかな、なんだこれは。違う、違うと、俺、僕ね、なるほどな、いいっていうのは何ですか、いい。いや、何も書くことなかったって言われてましたよね。じゃあね、本当にね、いい人の…とりあえず、でもいい人よ。いい人悪い人ではないですね。性格がね、本当にいいですよ。ありがとうございます。君は本当ね、いや、スタッフさんもみんな言ってる。スタッフさん、本当に言ってる。それはめちゃめちゃ嬉しいやつ。うん、でも性格がいいってあれですよね、写真見せられて、あ、いい子そうだねってやつ一緒ですよね。ニートじゃない、大丈夫。あ、そうね、はい、じゃあ、小沢さん、ロン毛か、そうか。そうですね、そのまんまです。で、竹内君が言ってやってよ。なんだっけ。何これ。どうしたの。これね、お前、一緒にあれ飲んだ時に言ってましたもんね、学生時代もう仕事持ってたんです。そんなこと言ってないよ、そんなこと言ってないよ。いつかもう持ってますよ。そんなこと言ってない、モテたくて仕方ないんだよって話だったでしょうね。そうだよ、そうだよ、すごい当たり障り悪い話。ほら、どうですか、この気持ち。やっとありましたよ。一瞬だけね、ほら、人間ってモテ期とかあるじゃないですか。あ、まあ、一瞬だけね、そうそう、今が大事ですからね。うん、あ、僕はあの通り過ぎるね、こう、後輩とかはね、僕のことなんか好いてくれるんですけど、話すとみんな離れていきますね。あー、わかる気がする。分かっちゃダメだ。
そうそう。まあね、こういう感じで、これからもどんどんね、ゲームしていきたいと思いますからね、うん、もうどんどんやっていきましょう、はい、ポイントはね、持ち越しでちょっと次のゲームに移りたいと思います。そうでございますね。稼いだと思いますよ、はい、はい、以上、ヒントカタルシスでした。よいしょ。カリギュラジオカタルシスをカタルシス。さあ続いてのコーナーはこちら、お互いの気持ちをカタルシス。はい、ここからはですね、お互いの心理を読み合うゲームにチャレンジしたいと思います、はいはい。今から回答が4文字になるお題が出題されます、うん。私たちはそれぞれ左から、沢木良さんは回答の1文字目、はい、竹木良は2文字目、小崎良さんは3文字目、下木良さんは4文字目を手元のスケッチブックに書き込みます、はいはい。そして4人の回答を並べてきちんと回答になっていれば1ポイント獲得というわけになりますね。なるほど。それを頑張って20ポイント、あと何ポイント貯めればいいんでしょうね。わかんないですね。あと15回くらいやればいいんですかね。15問くらい出るかな。まあ、例えば例題としてはお題でピクニックに持っていくものはと、うん、一文字ずつ書き込んで、まあ、おにぎりだとしましょう。はいはい、お、に、でも、ぼ、りってなってしまったら、私は何を書こうとしたの。いや、なんか、小沢さんはおしぼりだと思ったらしいですよ。小沢さんはおしぼりだと思ったらしい。そっから初めましてですけど、なんでやねんってなる。そして、小さな文字と、はいはい、まあ、小さなやとかゆとかよとか、あとつとか、あと伸ばし棒も一文字としてカウントします。なるほどですね。これはじゃあどん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 答えていきたいと思います。じゃあどんどんやろうね。ポイント貯めなきゃいけないからね、はい。それではまずは最初のお題はこちら。どん、食べ物が美味しい北海道の都市。オッケー、北海道全部美味しいじゃん。あ、4文字ですよね。4文字か、まず。うわ、いきなり難しくない？じゃあシンキングタイムスタート、私北海道の都市が、北海道ってさ、1個しか知らないんだけど、1個しか分かんないんだけど、1個しか思い浮かばない。何個かありますよ、何個か、何個か、あ、いや、分かる、いや、もう思いついた北海道の都市。でももうこれで行くしかない。あ、じゃあ 俺が一番最初の文字だよね。なるほど。わー、でも、まあ、これかな。よし、書き終えました。はい、私も完成しました。はい、それでは、はい、一斉に回答をオープンしたいと思います、はい。さあそれではいきますよ。一斉に回答オープン、せーの、ドン。はい、こちら、あこ、あこぼて。おいしいポテトチップスでしょうかね。正解。正解ですか。そうだ、多分僕と同じですよね。函館、函館、函館か、函館、北海道に函館ってあるの？いやいやいや、一番行きやすいといえば行きやすいんじゃないですか。あ、すみません、そっかそっか。なるほど。俺はもうちょっと思い浮かばなくて、4文字が最初トマムが浮かんだのよ。ええ、トマム、どこ、トマム、知らない、桃鉄やってれば出るんだけど。そうそうそう、でも4文字が違うと思ってとっさに浮かんだのが網走でした。あー、網走、網走、網走、釧路、札幌しか分かんなかった。ああ、小沢さん何ね、それは。札幌。あ、札幌か、でも札幌観光だもん ね、まあ、ね。あ、そうなの？そうだよ。まあ、札幌はまあね、全部集まってるイメージはある。あ、そうなの、ね、ありますね。これ、はい、違うのか。はい、というわけでポイント獲得ならずですけども、どんどんこんな感じでテンポよくやっていきましょう。はい、さあ、続いてのお題はこちらです。うん、ドン。4文字。そんなんいっぱいあるでしょ。そう？ないの？でも定番ってことでしたよね。でも、あの、略はなしにしません？はい、あの、略してなんな、あ、正式名称ね、そうだよね。例えば、まあ、バスケットボールは入んないですけど、まあ、だからバスケ、バスケね、そういう感じの略称はなしにします。了解です。なるほどね、あ、はい、分かりましたよ、これは。じゃあ行きますかね、シンキングタイムスタート、はい。でもね、女子もいるんだよな、女子と男子だもんな。でも4文字で考えたんだ。そうか、でも、やっぱ4文字で、ちょっと待ってよ、王道といえばこれじゃないですね。これしか思いつかないな。これだと思う。整いました。とりあえず、はい、はい、じゃあ一斉に回答オープンします。せーの、ドン。さあ、あー、そう、どっ
球か。あ、サッカーか。迷った。サッカー。サッカーそうか。悩んだけど、そうか、野球か。野球、確かにひらがなにしたら、そうだな。野球って。野球よね。そんなこと言ってたら次の問題でラストらしいですよ。これはあれですか、ダメなんですか、最後の挽回チャンスみたいな。ありますか。あ、これ終わって次で最終問題、正解すれば17ポイント。イエーイ。でも、なるほど、今んとこちょっと破滅的なんですね。雲行きめちゃめちゃ怪しいです、ね、やばいですね。でも間違った方向には行ってないですよね。そうだよね、そうそうそう、次こそ合わせよう。次こそ行きましょう。では最終問題です。お題はこちら。ではもうシンキングタイムスタート。先生大丈夫？いやこれでしょう。優しい番組だね。うん、よかった。ね、あ、そうでございます。さあ、はい、整いましたでしょうか。一斉に行きますか、はい、せーの、はい、えい、めえ、え、メンウス、あれ嘘、あれお兄さん、メンウス、あれ帰りたい場所じゃなかったっけ。え、抜け出したい場所、抜け出したい場所。はぁー、たけしくん、メンウス、たけし、やばい、これなんだっけ。メンウスってなんだよ、メンツ薄いわけじゃないじゃん。現実だったんだろうね。竹内くんのナイス判断により不正解となりました。もう一回、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 もう一回。え、これ以上簡単な問題なくない。ないよ。はぁ、メンウスどうしましょう。じゃあこのまま終わりますかね。仕方ない、仕方ないでございますよ。まあ、いやでもこれで順当に正解するよりは番組的には盛り上がりましたよ。そうそう、盛り上がりました。メンウスってすごいいい単語も出来上がりました。ねえ、メンウス、もうこの台本の進行にも、いやご褒美はエンディングで食べましょうねって書いてありました。しょうがない、水飲もう、水飲もう。エンディングでは、みんなで美味しく水を飲ませていただきますということで、以上、お互いの気持ちをカタルシスでした。カリギュラジオカタルシスをカタルシス。はい、ここからはですね、カリギュラからのお知らせでございますよ。まずはですね、ゲーム情報でございます。PS4 ゲームカリギュラオーバードーズが発売されました。はい、ということで今日はここでスペシャルゲストをもう一人呼んでおります。はい、誰だろうね、誰だろうね、誰だ。さあ、この方に登場していただきましょう。ゲームの発案者、山中拓也さんです。ありがとうございます。タクヤ、タクヤ、タクヤ、言いたい、言いたいことがいっぱいあって。でもなんかすごくお時間ないんですって、はいはい、なので30秒 で、 あの、で、ね、まとめていただけると、はい、非常に助かります。そうですね、山中さんの告知まで3、2、1、どうぞ。はい、カリギュラオーバードーズというゲームが2018年5月17日に出ましてですね、これが PS ビータで2016年6月23日に出たものの、PS4 リメイク版なんですけども、この PS ビータ版がアニメの原案になっていて、今放送中なんですが、カリギュラオーバードーズの方はですね、敵となっている学士ルート、学士側に味方につくことができる帰宅部を裏切るルートというのが追加されております。で、女性主人公というのが追加されておりまして、それのキャストが沢城みゆきさんでいらっしゃいます。新楽曲、新シナリオ、新キャラクター等を追加して、いろいろ楽しんでいただけるようにさらに触りやすくなっておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。タクヤ、タクヤ、ちょっと触りになってきてるんですよ、こうやってちょっと、ね、タクヤすごいですね。メビウス間違えんじゃねえよ。それなぁ。もう何も言えない。
はいはい、ありがとうございました。ここが本当の出番だった、ね、本当の出番でございますけどね、ちょっと早口で何言ってるか分からなかったですけれども、沢城みゆきさんっていうのは分かりました。届きました、届きました、どうもありがとうございますね。はい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 、それでですね、これでいいのかな、ズバリカリギュラの魅力を一言で言うとっていうところでございますけれどもね、はい、一言で言えますか。一言で、背徳感、はい、なんかこう、やっちゃいけないことやってるなみたいな続々を味わえる作品になっておりますので、ゲームもアニメもよろしくお願いします。うわー、おーすごい、まとめ上手、ありがとうございます、まとめ上手。要は変態が楽しめるゲームです。それあらそれ、なるほどなるほど、おー、ありがとうございます。じゃあそんな最高と言ってる皆さんに、こう山中さんから一言あればね、最後に一言お願いします。一言攻めがね、すごい一言しかない、これ一言じゃなくていいですよ。ありがとうございます、これからも応援よろしくお願いします。よーし、どうもありがとうございました、お邪魔しました。以上、山中拓也さんでした。すごいね、タクヤに一言しか与えないね、すごいよね、ほんとに準備すごかったです。山中さんどうもありがとうございます。先生の性格が伺いました。さあ続いてでございますね、はいはい、はい、続いてはアニメの放送情報です。テレビアニメカリキュラは東京 MX、 読売テレビ、 BS 富士、 ATX にて絶賛放送中です。ギャオ、ニコニコ動画、 D アニメストア、他にて配信もありますので、ぜひご覧ください。はい、続いてでございますよ、ブルーレイ&DVD 情報でございます。テレビアニメカリギュラブルーレイ&DVD 全6巻が6月20日より順次発売されます。イベントチケット優先販売申し込み券ほか、特典も盛りだくさんとなっておりますよ。そしてですね、本日は、ジャケット写真が公開となりました。こちらでございます。いやー素敵ですね、花がめっちゃ咲いちゃって、ナルコとかアリアとかもね、ここに行こう、どん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 、ね、どんな花と一緒に乗るのかしら、ね、楽しみでございますけれどもね。はい、このねスペシャルイベントはですね、2018年9月2日日曜日に、竹芝ニューピアホールにて、出演者はですね、僕沢城千春と、竹内俊介くんと、カギピー役の青井翔太くんと、イケピー役の斉藤相馬くんの予定ですので、ぜひこちらを皆さん遊びに来てください。お願いいたします。続いて CD 情報、大人気アイドルミューのゲーム挿入歌リアレンジミニアルバムと、オープニング主題歌パラダイムボックスとエンディング主題歌ヒポノが好評発売中です。そしてアニメ書き下ろし挿入歌 CD レネットが6月6日、オリジナルサウンドトラック CD が6月20日に発売されます。こちらのサントラ CD もね、ジャケットも初公開でございます。はいはい、すごい、リッツは指揮者になりたかったんだね。本当はね、ラッパ吹いてる、ね、ラッパ吹き鳴らしちゃってる、足がなんかラッパ吹く足じゃないんですよ。口に入ってるんですよ ね、 ねえ、ティンパにも楽しそうに小太郎さん叩いてますよね。なるほどなるほどね、はい、こうなっておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、カリギュラからのお知らせでした。公開録音、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。いやー、そしてここの台本に書いてあるのですね、最後にせっかくなのでご褒美を一口いただきましょうと書いてあるんですけれども、ここにはこれしかないよ、ね、ここにじゃあ、ね、僕以外の皆さんは正解してたんです。僕は水でいい、僕は水でいいけれども、せめて皆さんにはあ、ダメでございますよ。じゃあみんなで、なんて厳しい。じゃあ、皆さんでいただきます、一言言ってから、お水をね、はい、じゃあ、じゃあ乾杯、いただきます。おいしい、いやー、やっぱ天然水だよね、天然水だ、やっぱね、水道水の時代じゃないよね、そうだ、カバーの全てがもう胸に全部刺さる。全然大丈夫ですよ、いや、番組的にはめちゃめちゃ面白い企画になったから、また現場に何か甘いもの差し入れしてくれるので、ね、よろしくお願いいたしますね。さてさて、皆さん今日の、ね、公開録音はいかがでしたでしょうかということで、まあ、じゃあゲストのお二人から太田さんどうでした？楽しかったですよ、やっぱり、ね、うん、なんかこうはいはい、カリギュラのメンバーは、まあ、誰が集まってもやっぱどう、うん、ワイワイにぎやかになるっていうのもありますから、ね、今日も楽しくいっぱい笑いました、ありがとうございました、はいはい、いやどうもありがとうございました。下田さんどうでございましょうか。いや、私もめちゃくちゃ楽しかったです、はいはい、本当に最後は得点ポイント20ポイントっていうわけでね、うん、ネビウスって綺麗に終わっていくんだな、でもちょっと番組的にも綺麗すぎるかなと思っていたところにですね、ね、本当に
縁の結びというね、言葉を生み出してくれた竹内くんがいるこのカリギュラジオ、ぜひまた呼んでいただきたい、はい、そんな気持ちでいっぱいになりました。そうですよね、どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。でも島田さん、竹内くんはまだ20歳だからこういうバラエティ要素まだ分かってないのよ。あ、そうなの。逆に分かってない。竹内くん今日どうでした？はいはい、ね、いろいろとありましたけれども、ね、まあ、そうですね、ございますね、まあ、こういろいろとありまして楽しい時間も、あっという間だったりというわけなんですけれども、当分足りてないんじゃない？大丈夫？でも本当にですね、ゲストの2人もですね、お越しいただいて、本当に我々、うん、いつでもね、ラジオ、アニメがね、続く限りもね、はいはい、アニメがね、終わった後でもずっとやっていきたいという心構えでやっておりますので、うん、ぜひぜひまたゲストの2人にも、ね、うん、お越しいただければ幸いだなと思いながら、いつもね、これから頑張っていこうと、改めてチャイニングさせていただいた回でございました。ありがとうございます。いや、私からも一言。いや、でも本当にこうやってね、ゲストが2人も来ていただいて、非常に楽しかったですし、サワギラも非常にこう、うわーってサワギラらしく弾けたんじゃないかなと思っております。小沢さんというね、こう、なんて言うんだろうな、暴れん坊と、下田さんという、まとめ上手な姉御肌が来ていただいて、もう非常に自由にやらせていただいて、すごく楽しかったです。どうもありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました。はいはい、それではですね、今回のカリギラジオカタルシスをカタルシスはここまでとなります。お相手は沢城千春と竹内俊介と、そしてゲストの小沢有と下田あさみでした。バイバーイ。この会場の拍手